これは誰だって思うかもしれないので自己紹介をさせてください。はい、私は普段エナハガールズとしても活動しています。今日はソロとして飛んでやってきました。12歳アイーナです。よろしくお願いします。あ、ありがとうございます。はいね、さっきもエナハガールズでライブしてて、あ、見たことあるよっていう人も多分この中には結構いると思うので、今からはアイーナタイムとして最後まで楽しんでいきましょう。よろしくお願いします。ありがとうございます。はい、それではね、早速1曲目に行きたいと思います。笑顔で楽しんでいきましょう。ビューティフルさん、
夏祭りということでね、皆さんの周りにはたくさん美味しいものがあって、さっきはね私たちエノハガールズが皆さんにお持ち配りとかもしていたりね、皆さんから見て後ろ側になるんですけど、もみじ亭っていうところではね、美味しいおうどんとかね、あったかいコーヒーも販売しているので、よかったらこの後ね私のライブの後に行ってもらって、心も体もポカポカして私たちのライブにも遊びに来てほしいと思います。 今日はね、そんな楽しい一日一緒に過ごしていきましょう。よろしくお願いします。はいね、でも楽しんでいきましょうって言ったんですが、次の2曲で私ラスになります。来ましたばっかり。ありがとうございます。そうだね、今来たばっかりなのでね、最後の最後まではね皆さんの悔いのないよう楽しんでいきたいと思っています。最後の2曲はね私の大切なオリジナル曲になっています。 よければね、皆さんも手拍子とかさっきもしてくれたんですけど、またお願いします。最後は笑顔で終わりましょう。聴いてください。 My name 手拍子お願いします。 今日も澄んだ空気がこの街を包む。 午前8時、君といつもの場所で会う。 触れられそうなくらい近いのに、ほんの1ミリの距離さえ遠くて、君はきっと私に気づいていない。 イメージした、その髪型に合っているね。触れられそうなくらい近いのに、この1ミリの距離さえ遠くて、君はきっと私に気づいて。 リベンジ。
ペロペロ記念日15時から私たちエナハガールズの2回目のライブがあります。その後にね、物販があるので、私たちのことを知らない人も知っている人も、 CD を手に取ったことのない人も取ったことのある人も、私たちに会いに来てください。よろしくお願いします。握手だけでも全然構いません。皆さんのことをお待ちしております。まだまだ最後まで笑顔で楽しんでいきましょう。以上、あ、いいのでした。どうもありがとうございました。あ、いいよー。